皆さんこんにちは。今回は三々金型早繰り銀をやっていきます。で、まあこれ序盤戦、最初は序盤戦なので、まあ序盤戦なんですけど、まあ序盤戦何するかっていうと、攻めの陣形と守りの陣形を作っていくんですけど、ちょっとこの三々金型早繰り銀はちょっと特殊で、ちょっと守りの陣形を放棄してるところがあるので、ちょっと攻めの陣形だけ作っていきます。これだからまああんまり基本に沿った戦型ではないんですよね。ちょっと応用というか。うん。で、こうやって銀を出て攻めの陣形を作っていきます。相手の方は桂馬跳ねて速攻を狙ってきたので、ちょっとそれは防いでおきます。歩をついて桂跳ねを防いで、で次歩をついて、こう、ここの歩をぶつけて仕掛けてくる手を狙っているので、角を打って、その歩を防ぎつつ、この桂頭の歩を狙いつつ、この右側を狙っていきたいと思います。で、これ、歩をついて攻めていきたいんですけど、ちょっとここに角を打たれる筋が後で出てきて、反撃されることがよくあるので、端歩をついてその筋を一回受けておきます。そうしてから、まあ次、歩をついて攻めていきます。こんな感じで、まあこれで三三金型早繰り銀の陣形は完成なんですよね。陣形が完成したら攻めていくんですけど、まあ攻めていくというか、まあ中盤戦入っていくんですけど、どう攻めていくかっていうと、自分の攻め駒が集中している場所ですね。今回の場合は、まあ今回集中してるわけではないんですけど、まあ歩と銀がここに効いてて、ここから攻めていけるので、こう攻めていきます。で、こんな感じで攻めていって、まあ、中盤の目標って2つあって、こう、相手陣の突破、敵陣突破と駒得っていう2つ目標があるんですけど、こんな風に攻めていって、敵陣の突破と駒得を狙っていきます。で、相手の方は歩を打ってきたんですけども、これは同歩って取ると同飛車って取られて、ここの銀とここの桂馬の両取りになって、相手に駒得されてしまうので、ここは歩をついて攻め合いに行きます。これ次に歩を成れれば、金と銀の両取りで、こっちが駒得できて良くなるので、相手の方はそれは許せないので、同歩って取る一手かなと思うんですけど、これで同銀って取ってどうかですね。同銀で同飛車。うん。で、歩打ってきましたね。これ今、ここに歩を打つと、同角成って取って、同金同飛車成として、こう、敵陣を突破する手があったので、相手の方はそれを警戒して、下に歩を打ってきた感じですね。で、基本的にこういう歩を打たれた時は、飛車を引いた方がいいって、藤井九段が昔言ってたんですけど、まあ、その教えに沿って、飛車を逃げようかな。あとは歩を打って攻めちゃう手もあるんですよね。もう攻めちゃうか。攻めちゃおう。これ相手陣のこう急所で、ここが。これ同金って取ると飛車でここになれるので同桂しかないんですけど、桂馬をおびき出させて歩を打てば桂馬が取れる形なんですよね。あー、だから角を打っても攻め合い。なるほど。なるほど。ただこれ飛車逃げるとどうするんやろ。飛車逃げて角なって、歩取って、角取って、飛車なる。それで行こう。飛車取られるのは大きいので、ちょっと飛車だけはちょっと逃げておいて。で、これ今、金取りなんですけど、ここで桂馬で歩を取って金取りを防ぐと、こっちも角取りに銀を打って、こう角成りを防ぐ手があるので、もう、勢い多分角を成ってくるかなと思うんですけど、こう角を。そこでもう金こっちも取っちゃって、角取らせて飛車なるみたいなのも、ちょっと激しい攻め合いでいきたいと思います。まあ、こんな感じで、中盤の目標はやっぱりこう、敵陣の突破と駒得なんですけども、それを目指すために、自分の攻め駒が集中しているところから攻めていって、で、その敵陣の突破だったり駒得を狙っていくっていうのが中盤戦の基本ですね。相手の方は確かにここ悩ましいですね。まあ、金取りなんで、金取りを防ぐか、まあ、金取られると、駒損になるというか、こっちが駒得になるので、相手の方としては、それが嫌なので、それを防いじゃうか、もう金を取らせてる間に角を成って、こっちの角を取りに行くか。まあ、どっちかなんですけども、角成られる方が怖いですけどね。やっぱり玉の頭に角を成られるので、それ怖い意味はあるんですけど、まあ、相手の方としても、金取られて、次飛車成られると、その中盤の目標の敵陣突破っていうのがされてしまうというか、されてしまうので、それをちょっと嫌だなっていうのを読んでるんだと思います。まあ、さっき言ったその駒得と
敵陣突破が目標って言ったんですけど、逆を言えば相手に敵陣突破と駒得をさせてはいけないので、でもしここ角なると金取って、角取って飛車なって、こう敵陣というか、まあ相手の方からした自陣を突破されてしまうので、まあちょっとそれが嫌なんでどうかっていうのを考えてるんだと思います。うん、ただまあこっちとしても桂馬で歩取ると、あ、取ってきましたね。ただこれ銀打っておいて、一応角を成られる手は防げるので、まあ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 、これならっていう感じですね。これなら一勝負。うおほほほ、うおほほって言っちゃった角取りを無視して歩ですね。これは角はタダで取られるんですけど、歩を成れば敵陣を突破できるので不満がないでしょっていう手なんですけど、ほんまかなちょっとここは角を取って勝負に行きたい。歩を成られるんですけど、こっちも歩を打って相手陣を突破しに行く手があるので、うん、結構それ嫌なんじゃないかな。取って歩を成って歩を打って、この角が何気にこう桂馬に紐つけてるんで、金取られてもこう次飛車で桂馬を取る手がないんですよね。なんでその間にこう攻めていけるので、でこれ同金なら飛車で成っていけば相手陣を突破できるので、まあ、目標達成って感じですね。中盤の目標を達成できる。あ、だから相手の方は銀打って攻めてくる感じか。なるほどな、それが狙いか。これ何気にこう桂馬取りが、桂馬取りになってるのが大きいですね。うん、金取って飛車なって飛車なる、どうなってるんやろそういうの、もうよくわからんこれもう謎の攻め合いになってるけど、どうしようかな。金取って角取ってくるんかな。金取ったらまあ飛車なってくるか。飛車なって銀取って逃げてとかで、もう行くか。もう受けも難しいんで、こっちもう攻めるしかないんかな。でも一応これ飛車なれば次竜で王手する手から相手玉詰むんで、それを楽しみに生きていきたいそれを楽しみに生きる人生を送りたい。だからここで角とか取っちゃうと竜入ってちょっと長いんですけど、相手玉詰むんですよね。なのでまあ、ほんでって言っちゃった、関西弁が丸出しで、これもうお互い敵陣を突破したんで終盤ですね。で終盤の目標はもう一つで、先に相手玉を捕まえるっていう、もうこれだけですね。でそのためには相手玉の金銀を狙うのがいいですね。このここですね、この金銀を狙う手ですね。で相手玉放っておくと詰む状態だったんで、今玉逃げてきたんですけど、さっき言ったみたいに終盤はその相手玉の守りの金銀を狙う手がいい手なことが多いので、ここはと金寄って金を狙っていきたいと思います。これで金を剥がしていく感じですね。こうまあ、さっき言ったみたいに終盤の目標は相手玉を一手でも先に捕まえることなんですけど、捕まえるためには相手の守りの金銀を剥がさないと王様捕まえられないので、まあ、とにかく相手玉の周りの金銀を狙って剥がしていく感じですね。あー、なるほど。これは逃げ道を塞いできたってことですね。ここに逃げる手を塞いで次に詰ますぞっていう手ですね。ただこれ相手玉さすがに詰むんじゃないかな。さすがに詰みから行きたいですね。金取って同銀で、まあ、どう王手していくかは分からないんですけど、どう王手していくかはちょっと正直よく分かってないんですけど、詰みから入りたい。まあでも、あー、詰みかな。うん、詰んでそうですね。取って、これまあ逃げるとと金の寄りの王手とか、まあいろいろ王手あったんで取ると思うんですけど、金捨てていけば詰み形かな。金捨てて同玉で竜で銀取って、合駒する手には角を打つ手があって、竜の王手に逃げる手には角を王手すれば、逃げた手に竜で王手して詰みですね。これは金で、これまっすぐ逃げると一回角で王手して合駒したら金打ちみたいな感じで詰みですね。なので相手の方はここで取ると思うんですけど、これで銀取って、合駒したら角打って詰みですね。
角打って、まあ、竜、玉、ここに逃げたら竜で金取って詰みですし、金打って角打って逃げた手には、下に逃げる手には銀を打って同金同竜みたいな感じで、まあ、迫っていけば、ちょっと長いんですけど、詰みですね。なんで上に逃げてきたんですけど、角を打って、でこれ合駒しても同竜で特に意味がないので、となると逃げる場所はここしかないんですけど、そこで竜の王手をして、それ合駒しても同竜で角が効いてるので意味ないので、竜の王手にはここに逃げるんですけど、頭に金を打てば、その局面は相手玉、逃げ場所がないですね。まあ合駒は同竜で、基本的にあんまり効果がない。ああ、でもまあこれで角の道が止まったから、ここに逃げる手はあるのか。そっかそっか、なるほど。ただまあこれも、一回竜で王手する手がいいかな。竜動けば角でこう、角が効いてきて王手になるので、その筋で詰みかな。これで角の王手なんですよね。なので合駒してくるんですけれども、金を捨てちゃって、同玉ってこれは取るしかないんですけども、頭に金を打って、引いたら頭に銀打って詰みですし、こっちに引いたらここに竜行けば、同玉に同角成があるので、詰みですね。まあ、ちょっと手順は長かったんですけど、まあ、相手玉が詰みなので、こう終盤の先に相手玉を捕まえるって目標を達成して、こっちの勝ちですね。今回は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録はお任せしますので、もう一本動画を見ていただけると嬉しいです。ありがとうございました。